道元県庁5年8月28日は、鎌倉時代初期の前奏。日本における、総統州の開祖。晩年には、紀元という遺称も用いた。宗門では、高祖商用大使と尊称される。死号は、仏正伝東国史、商用大使、意味縄紀元、道元禅寺とも呼ばれる。道元は、正治2年、京都の苦行、小賀野家に生まれた。幼名は、 信ぶ丸両親については、諸説あり、仏教学者、大久保道州が提唱した説では、父は内大臣、源美乳家、母は大城大臣、松戸の元房の娘、藤原市で、京都、小畑の松戸の山荘にて生まれたとされているが、根拠とされた、免山随法による定保本、県税域の記載の信用性に疑義も持たれており、上記説では、 養父とされていた、源の道地下の子である、大納言、堀川道友をジップとする説もある。四国地方には、道元の首相に関して、地後の頃に、藤原氏の馬宿に捨てられていたのを発見され、その泣き声が土俵のように聞こえるので、振動として保護されたとの民間伝承もあるが、キリストや聖徳大使の首相にまつわる話と、混同されて生じたものである可能性も示唆されている。 電記、県税期によれば、3歳で父を、8歳で母を失って、異母兄である、堀川道友の養子になった。他には、両親の死後に、母方のおじである松戸の鹿から松戸の家の養子氏に、したいという話があったが、世の無情を感じ出家を志した道元が断ったという説もあり、逸話として、誘いを受けた道元が近くに咲いていた花を、 群がっていた虫ごと虫り取って食べ、無言のうちに申し出を拒否する意思を伝えたとある、道元前自治弱の地、ありがとうございます。